はい、こんにちは、トライットです。まあ今日は久しぶりにね、運動系の話をしていこうかなと思ってます。で、まあ筋トレとかさ、各自いろいろこうしたりしてる人も多いし、やっぱりいろんなところでこうね、ツイッターとかインスタとかも今やってて、見せたりするんですが、やっぱりまあエニタイム、大手で言えばエニタイム、ゴールドジム、そういうようなところに行って、まあ自分なりに、まあ、仰いでトレーニングしてるとかっていうのはあると思うんだけど、まあ、筋肉をつけるだけだったら、まあ、全然いいと思う。何やってもある意味変な話さ、ついちゃうからさ。ただその体を絞ったりとか、ね、まあ、例えば食に対して例えば糖が多いから糖をね、なくしていこうとか、まあ、逆にちょっと筋肉つきすぎてるから筋肉をこうなくしていこうとか、なんかそういうようなことを考えながらやってるか、ただ単にさ、普通の人ってその食事制限かけながらトレーニングして何カロリー消費しましたとかいろいろあるけど、まあ、実際のところやっぱり心拍数もトレーニング中に管理をしないと意味がないわけよ。心拍数ですね。そうだから HIT とかが、まあ、一時ちょっと流行った理由としてはやっぱりそのね、心拍数が上がるから効果があるんだと思うんだよね、俺の中では。普通の HIT でやってるインターバルトレーニングみたいなものだけで切り取れば、ね、前にお話したけどあんまり効果がないんだけど、まあ、ただそれをもうちょっと詳しく解説していくと、心拍数をある一定のゾーンを維持することによって、まあ、その消費エネルギーって変わってくるから、例えば、まあ、最大心拍をいろんな取り方があるんだけど、結局なんか細かい計算しても、まあ、過去に自分が運動してたとかそういったものになってくると、やっぱり最大自分のね、最大心拍数の数値っていうのは全然違ったりするんだけど、まあ一般的にもうそんなに狂いがないなっていうのは220から自分の年齢引いた数字っていうのが最大心拍なわけよ。でその最大心拍の数値から何パーセントの数値を維持しながらトレーニングをしていくとかっていうようなことがあるわけ。で、まあ、一つ言えば、脂肪燃焼ゾーンっていうのが、やっぱあるわけよ。心拍数の中でも。で、多分、俺の経験とかデータ取ってる中で言えば、心拍の、最大心拍の75から85ぐらいのゾーンっていうのが脂肪燃焼なのよ。パーセント？そう。だから75から、85% ぐらいの心拍数で維持した状態で運動していくと、脂肪燃焼になっていくかな。だから、ね、ランニングって脂肪燃焼なんないですよってうちでも言ってるじゃん、結構。それは心拍が上がりすぎちゃうから、多分85のゾーンを超えるんだよ、ランニングって。そうすると、何に切り替わっていくかっていうと、糖とか、そういうものに変わっていくわけ、エネルギーがさ、使用されるエネルギーが。で、糖に変わっていくってことは、糖に分解しやすいのっていうのは筋肉だから、筋肉が分解されてって、糖になっていくわけよ。そうだから糖が足りない場合は筋肉分解されて糖になって、でそれを使われていくから筋肉が減っていくみたいな、っていうことになるので、まあ、脂肪だけをこうターゲットにしてトレーニングをしていくんだったらやっぱりウォーキングがいいとかっていうさ、まあ走らないってことだよね。そうウォーキングがいいっていうのは心拍をそのゾーンでトレーニングすることができるっていう。だから筋トレもね、お腹の脂肪を減らしたいとか、なんかいろんなこう ね考えてる人いるじゃん。でいくらやってもなんかお腹周り変わんないとか、なんかいろいろ言ってるけど、引き締まると脂肪をなくすって意味合いが違うから、トレーニングすれば筋肉がついて体は引き締まるんだよ、引き締まるけど脂肪が減ってるわけではなくて、簡単に言えば。じゃあ脂肪を効率よく減らしていくためにはどうしたらいいかっていうのは、心拍数をさっき言ったね、75から85の間の心拍数を維持した状態の筋トレをしなきゃいけないわけ、そういった時にどういう動きを取るかだよね。そう、だから追い込めるようなやっぱり筋トレをする。だからうちとかで言ってる1ラウンドオールアウトぐらいの強度で、やっていくっていうのがやっぱり大事、オールアウトはね、何しろあと飽きない、まあね、だからいいんだよ。セット数レップを数えたからやるのはね、すごく飽きるんだよね、あれね。
そう、飽きるし、まあ、やった感はあるけど効果ないんだよ、はっきり言って。負荷もさ抜けやすいじゃん、うん、回数を重ねるってことはさ。そうそうそう、まあ、疲労はしやすくなるけど、うん、心拍上がんねえんだって、あれ、あの回数制、ね、回数制って、レップスはね。そうそうそう、オールアウトはだって、まあ、体幹トレーニングでもよくねやってるけれども、うん、結局その負荷のままキープしなきゃいけないからね。そうそうそう、できなくなるまでね、うん、だから、うん、おすすめはしてるよね、うんうん、だまあちょっと振り切れたりするけど、それはもう最後のきついところで振り切れてるだけで、うん、基本的な大まかなさ1分間あるうちの大体7割ぐらいはそのゾーン維持したまんまトレーニングすることできるから、うん、まあだから脂肪燃焼をさせるって意味では、そういう意味ではね、あの全然愛だなと思うし、うん、そうだから HIT とか土地入れてるみたいに、バーピーみたいなものを入れて、あえて心拍数を高めた上で、うんうんうん、でトレーニングをしていくってさ。そうですね、そうだ、何のためにそういうのを入れてるかって、そう、そういう脂肪燃焼ゾーンのところとかで維持させるためにそういう心拍が上がる運動を入れるわけよ、うんうんうん、だから普通に HIT だからなんとかっていうふうに思ってる人たちは、うん、まあ、何も考えてない、ただ単にそれやってはきついなとかって思ってるだけであって、うん、何のためにそれをやらせてるかっていうのをしっかりと考えてもらった上でトレーニングをしていかないと、まあ、筋トレをしていかないと本当に意味がない。だから自分が目指してるもの、うん、筋肉をつけたいんだったらやっぱりちょっと違うっていうのもあるし、うん、で走る、まあ、サッカーみたいな走るとかだったらやっぱりゾーンも糖のところで疲労がちょっとね、うん、あの溜まりにくくするようなところ、うんうん、まあ、85から92-93%ぐらいのゾーンかな、うん、でそっから上になるともう完全にもう自分との戦いになってくるから、またちょっと意味が変わってくるけど、うん、まあ、体を疲れにくい体を作っていくんだったら、やっぱそのゾーンを維持しながらトレーニングをしていく、うん、そうだね、そう、うん、まあ、で持久力もついていくしっていうさ、うん、デッドゾーンはちょっと危ないけど、うん、まあ、75から85ぐらいの、うん、まあ、要するに心肺機能を鍛えるトレーニングってことだよね。まあね、うん、あのトレーニングって心肺機能をやっぱ意識した方がいいよね、うん、だからそういうのを含めてやっぱり筋トレも、うん、その心拍数を、うん、管理しながらじゃないけど、まあ、アップルウォッチとかあれば、うん、アップルウォッチあって心拍測れるから、うん、あれで出るんだね。そうそうそう、うん、だからあのアップルウォッチを使いながら効率のいいトレーニングを やってもらう必要があるかなって。だから心拍を、変な話、うん、心拍を上げるのに例えばサイクリングとか走る必要なくて、重いサイクリングのものを全力でこいで、とにかく心拍数を上げた上で筋トレをするとか、そうそうそう、そういうのでやった方がいいし、まあ、ちょっと少しでも筋トレをしていきたいんだったら、うん、まあ、ローワーみたいな、うん、あの漕ぐ、手で漕ぐような、ボート漕ぐみたいな道具がね、うん、結構あったりするから、うん、そういうのやると全身運動だから、全身の筋トレ運動になるから、うん、そういうので心拍を上げた状態でトレーニングをするとか、うんうん、の方がやっぱり効率的かなと思うんだよね。ただ単にこう闇雲にやってる人はちょっとね、うん、あの一回見直した方がいいかなっていうのは、うん、やっぱ準備運動じゃないけどさ、うん、それ大事だよね。そうそうそう、体を温めるっていうのはだから心拍数にも関係してるってことか、うん、そうそうそう、うん、まあ、トレーニング、全てのトレーニング、うん、だから筋トレをただ単にやって心拍が上がらないような筋トレは意味ないわけ、うんうん、変な話、まあ、それはもうそうだよね、うん、そうそうそう、体の疲労になって終わっちゃうから、うん、そう、まあだからね、ちょっとだから求めてるものは何か、うん、ダイエットするんだったらそういうのも考えて、うん、まあ、ぜひね、あの挑戦してもらえればなと思います。まあ、簡単にちょっと専門的な、ね、話に今日なりましたが、うん、これで、まあ、ちょっとね、でも考え直していただければね、はい、幸いです。はい、じゃあ今日これで終わりにします。はい。